ミルキーゴールドとは、北海道おしゃまん部町の製菓会社青稼働が販売しているプリンである。2009年9月以降に発売された西又葵が描いたマスコットキャラクターのパッケージは萌えプリンとして売り出されている。もともと青稼働が販売している代表的メーカーの一つだったが、2009年9月18日、西又葵による マスコットキャラクターをパッケージに使用した萌えプリンとしてリニューアルされ、描き下ろしマウスパッドとのセットも限定販売された。原材料の牛乳、砂糖、卵は北海道産が使用されており、180日の常温保存が可能。また、バターのようにパンに塗って食べることもおすすめしている。二人のマスコットキャラクターの名前は2009年11月に、 公募され、12月24日に公募された名前の中から西又葵による選考で、名前がそれぞれ、青葉林林、火山雪に決定し公表された。2011年より、マスコットキャラクターを使用した、プロジェクト、萌え、プリンミルキーゴールドアイドルプロジェクトが進められており、アイドルグループ、ミルキーガールズが結成され、CD も発売されている。 ミルキーガールズはゴールド枠で声優ユニットの井上ミュート2011年5月1日のドリンプアーティで開催された萌えプリンオーディションの最終選考会でグランプリとなり火山雪役に選ばれた東条綾の二人と最終選考会た参加者で結成された育成ユニットであるガールズ枠の7人公式コスプレイヤー PR 大使の千葉オとの合計10人で構成されている 2011年8月3日に音楽 CD ミルキーカフェへようこそが9月にはドラマ CD が発売されたミルキーガールズに関するカテゴリーミルキーカフェへようこそに関するカテゴリありがとうございます